ウェルカム、ようこそ天の安尾です。ウォーフレームやっていきます。さて今回は新しく追加された POE のアップデート情報ではない、そう今回はブンブンハロー YouTube 新しく追加されたアイテムを見ていこうじゃないかっていうね、いつも通りの動画です。 What? なんだこれ、ネットワークの反応がありません。 D のサーバーは忙しいですってか、やかましいわ。はい、まずはログインしたらロータスからの贈り物メールが届いて、鮮明なアイドロンのかけらが2つ届いて、さらに3日間リソースブースターが届きます。でこちら、できるだけ早めに、素材とかいろいろ集めといた方がいいかなと思います。せっかくもらえたんでね。で最後に、シジルですね、新しいシジルがもらえるといった感じで見ていきますか。まずは結構下の方にありますね、オストロンコミュニティシジル、天のコミュニティシジルと比べると動きはないけれども、光沢感、そして模様がかなりデザイン凝ってますね、これ。はい、 PC 版の方でちょくちょく動画で映ってたんだよね、これ。なんであんまり驚きはないかな。さてさて、目玉の商品見ていきますか。ガラのパックですね、こちら。ガラ本体、そしてヘルメットとシャンダラ、武器が3つにアフィニティブースター、クレジットブースター、3日間がついてますね。ただね、お買い得っていうわけではないんですけれども、まあもちろん武器も強いし、ガラ本体もね、買っておいて損はないんですよね、個別で。新しく追加された、クエストをねクリアすると、ガラ本体をね買った状態でクリアするとリベンモッドがもらえるらしいので、買っておいて損はないのかな。どうせだったらこっち買った方がいいかなっていうぐらいかな。さて続いてはマグノデラックススキンですね、マグノデラックススキン、そしてシャンダナ、さらにトンファーのスキンがついてきますね。225プラチナです。まあ野草はもう買っちゃいましたね。トンファーのスキンがついてくるっていうのがすごいでかくて、今までトンファーのスキンってなかなかなかったんだよね。なんでこれがついてくるということで、買っちゃいましたね。はい、お得かなと思います。ケツもいいしね、下ネタじゃないぞ。さて続いて、ガラのプライマリーウェポン、こちら。これショットガンなのかな、多分。フォールオフって書いてるってことはショットガンだと思います。で状態上確率が 33% なんで、結構高めに設定されてるね。しかも切断の割合も高いし、多分これ強くなるのかな。特殊効果とか全く知らないんですけれども、多分あると思います。なかったらごめん。はい、次は、柄のセカンダリーウェポン、多分これ区内関係かな。でフルオート式とセミオート式があるみたいで、でセミオートの方だったら状態上確率が高くなるのか。しかも切断の割合も結構高めに設定されてるから、多分これも強くなるね。状態上高くて切断の割合高い武器って大体強いんだよね、このゲーム。はい、続いて柄のハンマーですね。攻撃速度がすごいね、これ。 1.2 ってハンマーのカテゴリーの速度じゃないだろ、これ。多分これも CO 軸の武器になってくるのかな、多分。はい、で切断の割合も高いから、多分これも強くなると思う。はい、続いてこちらグリニアの、ライフルですね。これ安を一番期待してる武器で、ちょっと使ってみて強かったですね。結構プライマリー射撃、そしてセカンダリー射撃の2つの攻撃方法を持ってて、さらに特殊効果として覗くことによってね、敵をハイライトしてくれるんで、かなり戦いやすいですね。はい、強い、これ。単純に強かった。リベンもっと欲しい、これ。さらにドラムマガジンということで、まあ、ストラダバーっぽい感じの、雰囲気出してるんだけれども、全然違いますね、これね、使ってみて。これリベン欲しいな、早く。ヤスオーズトゥデイポイントだったら、これ97点はあげるわ。ちょい滑ったな。はい、続いてがこちら、グリニア製のソードカテゴリーかな、これ。多分グリニア製の武器だと思います。グリニアのマークついてるんでね。で、この武器ね、デュアルソードの方もありまして、またちょっとステータスが違ってくるんですけれども、デュアルソードの方はね、クラン道場で研究しないといけないんで注意してください。ただし、ソードの方はね、こうやってマーケットから普通に買えるんで、設計図が。で、次、クリティカル関係の武器といった感じで、ソードの方は。で、クリティカル倍率はちょっと低いですね。攻撃速度も遅いですね。ただ、状態異常は 19% あるんで、まあ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 かなって思います。はい、ただ、やっぱり何よりもこの武器、見た目がかっこいいよね。はい、続いては、ボブルヘッドですね。新しく3種類追加されました。ババアと、あとジジイ2体ですね。このね、ボブルヘッドは POE で、主要な NPC なのかな、クエストの方でも確か出てきたと思うんですけれども、一つ言いたいことがある。こいつらの顔、ケラと似てね。たださ、こいつの持ってる武器ちょっと使ってみたくない？杖かな、これ。
ょっとわかんないけれども、内股で腰が引けてて、このキャラクターちょっと謎が深まりますね。はい、続いては船内で飾るアイテムがパックで2種類追加されましたね。まずは気球の方から、気球と舞いかけベーコンが、セットでついてくると。でさらに次がランプとなんかよくわかんないやつなんですけれども、ちょっとね見ていこうか。買ってるんですよねもう。でこんな感じですね、なんかよくわかんない素材みたいなやつと、あとバルーンですね、気球、そして舞いかけベーコン、さらに、このランプですね。これが結構いいデザインしてるのかな。飾りやすいのかなと思います。この上にアイテム置けんのかな、まだ試してみてないんだけれども。はい、続いて天の源スキンがね新しく10種類追加されたんで、ちょっと見ていきますか。でこんな感じですね、ティターニア。このねヘルムのスキンがすごくかっこいいね。ティターニアの特徴を抑えていて、まあ小顔なんですけれども、かっこいい感じに仕上げたといった感じで、次胴体のスキンですね。これすごい蝶々の部分が凝ってて、ライトカラーでねちょっと違うんですよね。これ見比べてみると全然違うんですよね、といった感じです。はい、続いてバルキアですね。2種類追加されて、胴体のスキンとヘルムだけのスキンがね追加されたんですけれど、まずは胴体の方見ていきます。でこんな感じですね。この胴体の体の方の、スキンがすっげーかっこよくてさ、首輪のところからちょっと出てるチューブもいいし、このなんか破けた感じもいいし、ですごい凝ってますね。ただヘルムの方はちょっと使いづらいのかな。ただハロウィン感はすごい出てますね。はい、続いてメサですね。なんか包帯がすごい、ぐるぐる巻きにされてるんですけれども、それよりもなんかメタリックだねこれね。もっと布感があるものだと思ってたんだけど、こんな感じだったんだね。グラックスキンとかと比べてみると全然違うね。これメタリックだね本当に。あー、今までとは違った感じで、これはこれでありだね。すごいねこれ。はい、続いて野草の大本命の、アトラスですね。なんかすげえ血まみれなんだけれども、これどうやらねグラックスシリーズなんですよね。なんかいつもと違うねグラックスなのに。これはこれでありだな。舞いかけベーコンのところもすごい凝ってるから、これも今度動画で使っていこうかなと思います。はい、続いてネジャですね。すげえなヘルムのなんかこのグラデーションが、さらに輪っかのところがね光ってるんですけれども、多分ここライトカラーに応じて色が変わってくるのかな。ちょっと変えてみようか。こっちの方でつけてみたら、ああそうだね、ライトカラーで変わるんだ。へえ、今までとは全然違うんだ。すごいなこれ。まあこれにしよう。いいっすね。はい、続いてリンボですね。リンボはね2つ追加されて、まずは1つ目です、こちら。すげえなこれ、ハロウィン感めっちゃ出てるね。もうハロウィン終わっちゃったけど、ただこのさ、ハットのつばの部分なのかなこれ。ここがすごい良くて、ライトカラーに応じて多分これ変わってくるんだろうね色が。でこのさライトカラーの部分なんか切れそうだよね、なんかスピードワゴンが被ってたあの帽子みたい。はい、リンボ2つ目なんですけれども、ヘルムのスキンだけですね。これがねめちゃくちゃかっこいいね。やばいねこれね、びっくりしちゃったわ本当に。かっこよすぎだろこれ。野草が使っている、リンボにもこれ被せてあげたいな。ただこのヘルムもね結構気に入ってる。おお、やばこれ。これ誰作ったんだ。あー、新しい人だな。いやすげえなーこれ。はい、続いてフロストの、ヘルムだけのスキンですね。今までにない感じのデザインだねこれ。ついに角が生えちゃったか。すげえ、あ、こいつにも生えてたわ。あ、こいつも生えてんじゃん。はい、続いてバンシーのヘルムだけスキンですね。これもすごい期待してて、口元がすごい怖いなこれ。でさらに頭でっかちになりがちなんですけれども、かなりデザイン凝ってますね。すげえな、これも使っていこうかなと思います。ちょっと変えていこうか。あー、いいっすねこれ、かっこいいわ。いいねこれ。バルキアのヘルムだけスキンですね。これめっちゃかっこよくない？やばいでしょ。バルキアの中でズバ抜けてるでしょこれ。これもかっこよかったんですけれども、これはもっとやばいわ。すげえわこれ。これはもう絶対使う。はい、一応ね一通りは見終わったんですけれども、もちろんねオペレーターの服とかまだまだいろんなものがあるんですが、やっぱね天の源で追加されたアイテムはやっぱかっこいいね、といった感じで、以上野草でした。次は POE の動画になるかな。オープンワールド行った動画になるかな。
まだ行ってないんだよね、一回も PS4 の方は。なんで、早いこと行きたいですね。放送中に行きます。ということで、ヤスオでした。またね、バイバイ。